もし今川義元が桶狭間の戦いで織田信長に勝利していたら、その後の歴史はどのような展開を見せていたのか。これはあくまでも仮想空間での物語ではありますが、もし時代が義元に微笑んでいたなら、それは戦国史上最大の威風と表現しても間違いではない出来事になっていたと思います。当時の両軍の軍事力を比べたなら、今川軍圧倒的有利の状況であり、義元が干渉しても決して不思議ではありませんでした。ただ桶狭間での決戦は織田軍にとって唯一勝利をつかみ取れる可能性が大きい場所での戦いでありました。知多半島から伸びる山地と伊勢湾につながる湿地帯により形成された丘陵、そこに谷間や窪地が錯綜した一帯は、今川軍による大軍の展開が難しい地域でした。これまで情報収集により義元本体を認識して攻撃を仕掛けたという説が有力視されていますが、一次資料として残されたものは存在していません。論功行賞で義元の首を取った毛利信介ではなく、今川軍の位置を信長に知らせた柳田正綱が軍功第一とされたということを拠り所にしていますが、これは新潮記などの読み物における逸話であり、何よりも功績に対する信長からの感情が存在していないところから不確実な出来事であると思います。試験ではありますが、今川軍との戦いにおいて籠城戦では自利品の敗北しか待ち受けてないだろうと考えた信長が、大軍が展開しにくい桶狭間の今川軍に攻撃を仕掛けたと考えます。すでに先発隊が大高城周辺の織田方付次郎を攻略し入城していたことを察知していたので、桶狭間にいる今川軍は本体であると読んでいたのでしょう。ただし義元がどこにいたのかを掴んでいたのかは疑問に思います。しかし結果として総大将を討ち取ることまで成功してしまった、案外こんな結末であったのではないでしょうか。それゆえ時間軸がほんの少しでも前後にずれていたなら、勝者は高確率で入れ替わっていたことでしょう。大高城の今川軍に背後をつかれる危険や義元が入城してしまっていたかもしれません。このいずれかが起こっていたなら、信長軍は敗北し最悪討ち死にもあり得たと思います。以上のことから、今川軍勝利を前提とした歴史の考察は決してありえないことではないと考え、歴史の闇に葬られた今川義元の天下統一物語を想像してみました。史実では今川氏真が武田信玄に攻め込まれ、今川家は大名としての地位を失うこととなりますが、その子孫たちは高家旗本として江戸時代を生き抜き、1887年明治20年まで存続し続けました。今川氏の起源は足利尊氏の室町幕府樹立に貢献したことを認められた今川憲邦が駿河遠江二カ国の守護職に任ぜられたことに始まります。その血筋は足利将軍家の親族としての家格を有した吉良家の分家にあたります。室町将軍家系統の血脈が断絶した場合には、吉良家は足利宗家と征夷大将軍の継承権が発生する特別な家柄でありました。1536年今川家を継いだ11代義元は、その名を12代将軍足利義晴の上の字義をもらっています。武田信玄は
出家前の名を春信と称し、下の字春をもらっており、上杉謙信も出家前の名を照虎と称し、13代将軍足利義輝の下の字輝をもらっています。上の字をもらえるか下の字をもらえるかには大きな違いがあり、武田家や上杉家より今川家の方が格が上であることが証明されています。そして義元の代1555年には半島を駿河一国から遠江三河に拡大し、東海地方の有力大名家に成長させました。石高は三国合わせても70万石未満で意外と少ない印象ですが、両国内を通る東海道や太平洋側海運を活用して商品流通経済を発展させたり、この当時朝鮮から伝えられた新しい金製錬技術灰吹き法により従来の砂金採取に代わり金鉱脈から直接金を取ることが可能になり、産金量を拡大させて行きました。桶狭間の戦いに2万5000の兵を動員できたのもこれらが大きく関与していました。このようにして今川家は絶頂期を迎えるわけですが、そこに2つの大きな分岐点を迎えることとなります。その一つは1554年に成立した江宗春三国同盟です。三国同盟成立後の今川義元は北と東からの脅威がなくなったことにより、長年対立してきた織田家との私有を決すべく尾張侵略に取り掛かることが可能になりました。しかし同時に今川家にとって最重要人物であった大元摂斎が1555年60歳の生涯を閉じていました。義元の陰で軍事外交はもとより内政面まで今川家を牽引していた人物であり、彼の存在なくして今川家の隆盛は成し得なかったと言えます。後年で例えれば豊臣秀吉の天下統一に大きく貢献した黒田官兵衛と同じような存在でありました。もし官兵衛がいなかったら秀吉の天下統一は成功しなかったと語られたほどの人物でした。片輩飛行となった今川家ですが、義元が尾張征服に動くことは決して間違いではありません。尾張の国を統一できていなかった信長に、尾張の国東部まで支配を広げていた今川家が戦いを仕掛けるのは当然の成り行きであります。しかし結果は最悪の事態を招いてしまいました。総大将の義元と主立った重臣たちが討ち死に、今川家は存亡の危機を迎えてしまいました。ただし初めに述べたように桶狭間の戦いは今川義元の完敗ではありましたが、それは紙一重の差でしかありませんでした。たとえ豪雨であったとしても休むことなく進軍していたなら、戦場から一里ほど先の尾張の拠点大高城に到着していたか、攻撃を受けても城に逃げ込むことができていたと思われます。その場合は信長の奇襲攻撃は失敗していたか、攻撃そのものを中止していたことになったでしょう。そして体制を立て直した今川軍の攻勢をたとえ信長が生きていたとしてもしのぎきることは不可能であったと思います。尾張の国は大耕検地で57万石を生み出す有益な国です。その上昭和初期の神戸横浜に匹敵する大貿易港の対馬港や熱田神宮の門前町として古くから商業が盛んな熱田港を有する繁栄した国でありました。義元が支配に成功してならば1560年代前半には126万石の石高もしかることながら、それ以上に強大な経済基盤を持つ巨大勢力に成長した大名家として君臨していたことでしょう。
その後も織田家の2倍を超える国力を持った今川義元が内乱状態の美濃の国斎藤氏を飲み込むのは時間の問題で、義元が40代で180万石を領有する今川家が登場していたことになっていたでしょう。京の権威の力を借りず、今川家独自の力で領国を治めるという独立宣言をしていた義元でしたが、仮にここまで巨大な大名となったことにより、天下の覇権を狙うことが可能な立場になったと言えます。そこで気になることが2つあります。1つは、駿河の国から美濃の国まで半島が東西に広がった今川家にとって三国同盟を結んでいたとしても、武田信玄と北条氏康の動向には注意を払い続ける必要はあります。ただ両家とも上杉謙信が存命していた1578年までは駿河侵攻の可能性はありえないことだと思いますが、武田勝頼の時代には半島拡大路線に転じる可能性は大きいと思います。戦いの才能だけ見れば父信玄に勝るのではないかと評価されていた勝頼が、織田信長が存在しない世界で戦国を生きるわけですから、設楽原の大敗を喫することなく無傷の武田軍を動員し越中侵攻に突き進み、念願の海を持つ国を配下に収めていた可能性が考えられます。北条氏政も関東平定は完結していなく、謙信亡き後の上杉家内乱、御盾の乱の対応も同時に迫られ、とても西国方面に軍を進める余力はないと考えられます。何より現史において武田信玄の駿河侵攻に対して援軍を出しており、今川家から相模の国に侵攻が起こらない限り、北条家から駿河の国侵攻は考えられません。二つ目の懸念として、義元亡き後の後継者である氏真の器量が心配されます。それでも史実の引き様を見ると、その時の状況を判断して意外としぶとく行動していて、配下である徳川家康を上手に使いこなせれば順調に展開していくのではと思います。ここで足利将軍家の動向に目を向けると、1565年5月永禄の変が起きました。室町幕府13代将軍足利義輝が三好義継、三好三人衆、三好長安、三好総意、岩成友道、松永久通らの軍勢によって京都二条御所を襲撃され殺害された事件であります。この後1568年2月に義輝の義兄弟義秀が摂津の国滞在のまま将軍専科を受け、第14代将軍になるまでの約3年間将軍不在の事態となっていました。美濃の国を支配下にした頃にはおそらく幕府再興を絶望し都落ちしていた足利義昭から義元に協力要請が入ることは間違いないでしょう。そしてそこには明智光秀も細川藤孝とともに歴史上に登場してきます。もし今川義元が信長に勝利していたら、1568年信長の代わりに足利義昭を擁して上洛し、足利幕府の慣例としての地位をつかみ、三好長慶と同様に天下の覇権を制していたと想像することに、私自身さほど無理を感じることはありません。この時義元は49歳になっていて、幸運であったなら残り10年ほどの人生が残されていたでしょう。室町時代初期から守護職としての地位を存続していた今川家は、守護代の分家に過ぎなかった織田家と比べてその価格に大きな隔たりがあります。足利将軍家とともに政権運営を行えば、三好三人衆以外に表立って敵対する勢力は見当たらず、
当面は安定した状態を保てると考えますが、江戸幕府のような強力な中央集権国家にはなり得なかったと考えます。最後に源氏での有力武将の運命を考察します。源氏の天下人豊臣秀吉が最初今川家の直臣飯尾氏の配下松下氏に仕えていたとする伝承があります。しかし桶狭間の戦い前に織田家に転身しているので、戦場での討ち死にか今川家に再度仕官するかいずれかの運命にさらされます。今川家に戻れたとしても当然天下人にはなり得なかったでしょう。もう一人の天下人徳川家康は今川家の家臣としてその生涯を過ごすでしょうから、義元亡き後の今川家の運営に力を尽くし、家中でも重臣の地位には上ると考えます。そして大河ドラマの主人公となった明智光秀の運命ですが、今川家に仕官できれば織田家のように一等の家臣とは行かないまでも家康と同等の地位くらいまでは上り、足利将軍家とのパイプ役として欠かせない存在になっていたでしょう。少なくとも天下の謀反人とならずに生涯を過ごせたと思います。